はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。うん。はい。はい、ということで、今日も、はいはい、都市ミナティやってお、うん、いきます。ね。やっておりますよ。はいはい。はい、やっておりますって。前半あって後半みたいな。どうも、ふわつくなと。はい、ということで、都市ボーイズの都市ミナティのお時間でございますけどもね。はい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 、うん、まあ、今日も、いつも通り、やっていこうと思うんですけども、うん、きましょう。ちょっとね、でもね、やる前に、こんな世紀の発見がね、まあ、俺が生きてる間にされるかなっていうのが、まあ、ね、この間あったから、世紀の発見？ちょっとこれ触れないでいくのもちょっとおかしい話じゃないですか。いや、わかんない、世紀の発見って。最近なんかあったかな？最近のすごい、もう、誰もが、そんなことあるっていう。いや、全然わかんない意味が。もうだから、概念すべてが入れ替わるみたいな。うん、そもそも、猿のクローンができたってやつ？猿のクローンができ、いや、もうそんなレベル、はい、うん、そんなちっぽけなスケールの話じゃないんですよ。ちっぽけじゃないだろ。え、なんだろうな。全然わかんないな。マジで？うん。で、じゃあ知らないってこと、いや、俺ちょっと知らないな。知らないんであれば、多分本当に、目玉飛び出るぐらいの驚きになると思いますよ。え、ほんますか？全然わかんない。ちょっとあんまテレビ見てないからな、最近。これね、うん、地球って、回ってるんですよ。実は。びっくりでしょ？いや、もうみんなね、地球が止まっていて、他の他の星たちがこう回ってるって教えられてきたと思うんですよ。はい。うん。ね、まあ、天動説ですよね、いわゆる、はいはい、うん、これが、実は違ったっていう、びっくりでしょ。これこそ本当に世紀の大発見というか、はいはい、いや、もうこんなことが、ね、今までの概念すべてがぶち壊れるようなことを最近ね、その、分かったんですよ。そんなこと言い出したら、誰か処刑されたんじゃないですか。え、早く進んでほしかった。そんなこと言ったら、それね、そうなんですよ。でしょうね。こんなこと言い出したら、言っちゃいけないことなんですよ。そりゃそうですよ、うん。今までのね、そのまあ、ずっと言われてきたことを、それを嘘だと、嘘だと、バカじゃねえかという、まあ、もう土をかけるような行為でございますから、これね。地動説って言うんですけど、これをね、まあ、コペルニクスっていう人がまあ言ってたんですけども、まあそれは言ってはいたんだけど、まああんまりこう広まらなかった。まあ要は圧力もかかりますし、まあそうですね。ただね、やっぱそこで立ち上がった男がいますよ。ガリレオって知ってます？ガリレオ。いい名前。ミュージシャンの？あ、そうそう。ガリレオ・ガリレイ。それ、そうそうそう。あ、もうそっちも、同姓同名だわ、じゃあ。最近売れてますよね。またデビューしてからだいぶ経ちましたけどね。ガリレオ・ガリレイ。たぶん、まあ。頑張れよ、もっと。いや、もうね、でもこっちのガリレオマジ頑張った。あ、知らない。もうその圧力よりも負けず、裁判かけられちゃってるんですよ。でね、いや、もう有罪にされて、でも、やっぱ俺は、それはもう、納得できないって思いながらも、最後裁判のね、終わってからこう、それでも地球は回ってるとっていう、かっこいい発言をして。ちょっと待ってくれよ。何待つことがある。ガリレオ・ガリレイ、歴史の教科書載ってたぞ。あれ、また間違えてんじゃねえのか、おい。いや、若いバンドの方じゃなくて。違う違う。俺が言ってる。え、そっちの件で話したんですか？だとしたら最近の話ですわ。そうだよね。処刑されたって今更。違うか。ああ、違うでしょ。そうそうそう。俺はもう小中ぐらいで、歴史の教科書で学んだぞ、ガリレオ・ガリレイは。学んだ？処刑されたっつってオチまで聞いたぞ、今の。あれ？1630年代じゃないか、今。1600年代とか好きだな。違いますよ。違いましたっけ？違いますよ。あれ今って何年ですか？今2018年成り立てですよ。やべやべ。またやっちゃったか。いや、本当ですよ。ちょっと気をつけてほしいな。いや、もう天文対話っていうね、ガリレオが出した本の、続けんのか。出したやつが1630年代なんで、そうかなって思っちゃった。そうかなって思っちゃった。それ発刊されて、アマゾンで売ってたから。なわけねえだろ。そうかと思っちゃって。
あ、そっか。違ったでしょ。これだいぶ。レビューさんだった。レビューさん。古い。古い。もう知ってるっていうレビューが大半だったんですけど。そっか。うん、っ違ったんですね。いや、でもね、こういう、ね、歴史が覆るようなことをした人って、やっぱりちょっと、ひどい目にあったりしてるんでね。うんうん、まあ、そういうのも、皆さん、ちょっと興味持って見ていただくといいかな、という話でございますよ。はい、はい。今日はね、ということで、その、地動説とかを上回るような都市伝説をね、話していただけるということなんで、期待しておりますけど。なんか無理な難題を吹っかけられてね、うん、いや無理だやりたくないっていうのは僕好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。挑戦させてください。マジでガリレオを超える、はい、そんな、そう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 、あります都市伝説。それでも都市伝説は語りたい私は。あ、素晴らしい。挑戦させてください。お願いします。いきます。ベストヒット都市伝説。はいはい、都市伝説のですねコーナーランキング、はいはい、ランキング形式で、はいはい、はい、まあ何のランキングか、はいはいはい、これで話変わってきますからどんどんね。そうっすよね、はい、うん、変わったコンテスト。おお、はい、これは超えられそうにない。おお、いや、まだ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 分かんないぞ。聞いてくれよ、まず。まずね。まず聞いて、ちゃちゃ入れんだよな、毎回。おめえが言うんですよ。各メーカーはね、みんなね、うん、バカだって言われてますから。みんな言われてる。ガリレオ・ガリレイもバカだって言われました。うん、ダ・ヴィンチもバカだって言われました。ニュートンも言われたんじゃない。ニュートンもバカって言われたのかもしれない。うん、ただ、最終的に歴史から見たらやっぱ革命家って言われてますからね。うん、気づくのがね、うん、ちょっとやっぱ、遅いからみんな。そう、あなたも今私のことバカだ、超えられないって言いました。うん、革命家になりましょう、私も。よしよし、はい、いいでしょう。一つ目、いきます。はい。携帯電話投げ選手権。えれえので挑んできたな。ヒノキの棒にしか僕は見えないですけど、まあ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 、大丈夫ですか、それ。フィンランドです。はいはい、これも結構ね、フィンランドって言ったら、くだらないね、はいはい、コンテストが多々あるんですよ。まあ、知ってるやつで言うと、うん、チーズ転がし祭り。はいはいはい、ね、うん、よくテレビでもやってますよ。そうですね、イッテ Q とかでやってなかったかな。ああ、そうそう、やってますよ。他の上からチーズの塊を転がしてそれを競技者たちが追いかけるっていうのが、はいはいはい、ありますね、青っぽいやつ、うん、そうそう。他にもですね、奥様運びと言いまして、夫役の男性が奥様役の女性を担いで障害物競争をやるというものもあるんですけれども、うんうん、はいはいはい、その中で僕が目をつけたのが、うん、携帯電話投げ選手権っていうのがあるんですよ。すごいですね。うん、もう携帯電話である必要性がどこにあるのかっていうところですよね。この後それ語ります。ですよね、はい、うん、これね、まあ、そのままですよ。携帯電話を投げてその飛距離を、競うというものなんですよ。まあでしょうね、うん、うん、一応ね、でいろいろありまして、オリジナルっていうものでシンプルに飛距離を競う、遠投競技、うん、これはですね男子部門女子部門に分かれて、大会が行われると。まあ砲丸投げとかの、うん、まあ要は携帯版ってことですよね。で2つ目がですね、チーム戦があります、うんうん、1チーム3名まで選んでおりまして、男女問わないんですけれども、その中で飛距離の合計を競う。まあまあでも、うん、まあほぼ一緒ですね。そうで3つ目、フリースタイル。フリースタイル、そう、うん、投げる際の動きの華麗さや独創性を競う。だからちょっとふざけてきた、あれみたいな、なんていうんですかね、フィギュアスケートみたいな、まあまあわかるよ、うん、綺麗さ、うんうん、ね、うん、というの芸術点が入ってくると。そうですそうです、うん、で3名の審査員がジャッジするというものがあるんですよ。ほう、これも個人部門とチーム部門に分かれて実施されてるんですけれども、うんうんうん、4つ目がジュニア戦、12歳以下による遠投競技というものがあるんですよ、うん、でまあいろいろあるんですけれども、うん、で使用する端末も一応決まっております。あ、あるんだ。先ほど岸本さんが、いや携帯電話投げるなんて、うん、どっからみたいな、なんでとかって言うじゃないですか、うんうん、必要あんのかいみたいな。なぜそれを選んだってとこだよ。一応競技には主催した側が用意する中古端末を使うというのがもうこれ義務付けられています、はあはあ、だから自分の携帯電話じゃなくて、中古端末、そうでしょうね、うん、なんですよ、うん、220g 以上の端末を競技用にピックアップしてそれを投げるというものなんですよ、うんうん、で一応種類がたくさんあるんで自分の手にフィットしやすいものを選んでいいと。あ、選べんだ。選べます。同一機種じゃないんだね。じゃない、いろいろあるんですよ、うん、で一応これがリサイクルとかそういったものに使うんで、うん、リサイクルに回す前にちょっと一遊びしようかということで作られた競技なんですよ。坊主の前のモヒカンっていうことですよね。あ、そう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 、はい、ちゃんと中古端末のリサイクル業者にも、うん、ちゃんと協賛
でね、入ってもらっているんで、それはもう全部リサイクルに回されますよという。スタッフが美味しく食べましたみたいな言い訳ですね。リサイクルに回しましたっていうようなものなんですよ、大会が。うんうん、動画があるんです。ちょっと見ていただきたい。見ましょうか。はい。はい。どうでしたか、動画見てもらいましたけれども。うん、まあ、率直に言うと、うん、よくわかんねえな、この大会。何がしてんだっていう。でだから、うん、そのリサイクルに回すんだったらたくさんあるからね、うん、なんかに使えたらなということで、うん、多分大会にしたんでしょうけども、まあ、なんかでもあの、うん、フリースタイルだと思われるやつで、うんね、なんか一輪車乗ってる女の人がこう掘り投げるみたいな ね、投げたりとか、うん、まあまあいろいろやってましたけどね。これ大喜利っすよね。うん、まあ何してもいいんだったら、そうね、何してもいいって言われる、うん、でもむずくね。まあね、でも綺麗さというか華麗さも一応ね、うん、そのジャッジの中に含まれてますから。だから どっち取るかだよね、うん、もうさ、その距離を飛ばす方に力入れる、うん、でまあ華麗さを捨てるか、それとも華麗さを取って、ね、飛距離を捨てるか、ね、両方ってなかなかむずいだろうね。難しいと思います。だからあの宙返りとかして投げるとかね、うん、ねあるよね、多分。そうそう、多分あるんでしょうけど、まあ、そういうね大会があると。うん、あんたはどう飛ばしますか？僕だったらでもあれじゃない、うん、蹴り飛ばしますね、もう。バーン、まあ、フィーランドサッカー暑いからね、もしかしたら。なんかそれが一番飛びそうかな。確かにね。ちょっと続いてじゃあ行きましょうか。はい。続いて日本からです。うん。はい、行きましょう。カニさんありがとう絶叫大会。はい。はい。カニさんありがとう絶叫大会。これ兵庫県です。ほう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 。松葉ガニ、ものすごい有名ですよ、おいしいおいしい言うてね言われてますけれども、うんうんうん、その松葉ガニ漁の解禁に合わせて行われるこちらイベントなんですね。ルールいきます、うん、カニさんありがとうの後に好きな言葉を続けて叫び、その声の大きさを競う。優勝商品はもちろん松葉ガニ。松葉ガニもらえるんだ。そうですよ、優勝すればね、うん、はい、一応ですね、うん、あの優勝者、うん、109デシベルを叩き出した人がいらっしゃると。全然わかんない、ピンとこない。かなり大きいですよ、これは。うん、その人はカニさんありがとう、結婚3年目だから多めに見てよって言ったみたいですね。それで、そう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 、よく全然出そうにないワードじゃない、ようでしょうね。ね、そこしか取ってないよね、うん、多分。そう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 。長えし。っていうものがあるんですって。大声選手権っていうのありますけれども、その中でもちょっと得意なもので、変わっているもので、カニさんありがとうの後に。やってること一緒だけどな、普通の大声大会。今日の後にちょっと一言添えるというような。うん。うん。なんかそれ、そんな感じの、うん、牛殺し祭りみたいななんかあったん、うん、記憶があんな。怖っ。でも一緒、内容は。その、うん。なんか大声選手権なんだけど、うん、なんか 牛にまつわること言ってからとかだったかな、うん、なんかそんなあったなと思って。だから各地あるんじゃない？いや、あると思いますよ。名産大声選手権みたいな、うん、そうそう、まあ、一応ねカニさんありがとう絶叫大会っていうちょっと名前に惹かれて、うん、だからそこで終わってんです、僕の仕事は。もういや終わってないですよ。別にルールなんてどうだっていい。カニさんありがとう絶叫大会っていうところで皆さんがクスッと教えていただければ、うん、もう終わりです。僕の仕事はルールなんてどうだっていい。おのおので調べてほしい。ああそうなんだ、うん、そんなにあの情報としてはあんまないんだ。ない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 。ただそのカニさんありがとうの後に一言添えるっていうだけの、うん、これでもさ人数どれくらい参加してるか分かんないけどさ、うん、あの松葉ガニ、うん、もらえるんだったら結構ありだよね。よむしろそんなにいないならね、そうそうそう、うん、穴場じゃんって思う。全然だから出場したいもんね。あんならね、うん、うん、ね、暇つぶしになんて告げようかな。カニさん何を言うかだよね。カニさんありがとう、うん、本当にありがとうって言おうかな。じゃあ感謝の念、うん、感謝の念をね、さらに私はそう言おうかなと思っております。それはもらえんじゃない、芸術点とか。でこれもただの大きさだからな、普通にもう不謹慎なこと言ってもデシベルが大きければ別にいいから。あ、いるらしいっすよ。あ、あの大声選手権で、うん、あのおちんこ的なことを言うやつって。すごい。嵐。大声嵐。うわ。うん。それで優勝しちゃったらね。そうそう。じゃあもう、もう多分ね、ダメでしょ。一回お願いしますって言えるでしょ。うん、優勝したら先ほどのって言って。ウィニング。そうそう。シャウト的なシャウトね。だからまたおちんこってわけでしょ。そうだろうね。素晴らしいな。うん、地獄だけどな。まあね。うん、はい。ちょっと続いていきましょう、うん、これ多分ね岸本さんは出場したくないと思う。
まあ今のところ全部そんなにはしたくないです。まあでもしようと思ったらできるじゃないですか。うん、はい。ちょっと僕もね、これはちょっと、出る、うん、勇気がいるみたいな。ちょっと選ばれるなというか。ああ、そうなの。うん。向いてる向いてないがあるとか。あるある絶対。行きましょう。はいはい。蜂くっつき大会。ほう？これ中国で、毎年開催される大会なんですけれども、絵を見てもらいましょう。はい。はい。ああ、無理無理無理。無理無理無理。これです。ミイラじゃん。いやね、ミイラぐらい、要は体中に、要は蜂がつくのに蜂蜜みたいなのベターっと塗るんですよ、甘いものね。それだって、人型の蜂だもんね。あ、まあね。そんな風に見えるぐらい、蜂がベタベタついてるんですけど、一応ギネス記録。え、どういうこと？ギネス？とかもあるんですよ。ギネス。どうやってやんだ、だから何匹ついてるかて。何匹を数えんの、うん、それ。そうそうそう。多分一応約だと思うんですけどね。これ35万匹。すげえ。数える方がすげえわ。約40キロ。40キロもあんだ、うん。そうそう。もしかしたら、その体重にプラス何歩ってなってるのを、ああ、換算したのかね。換算して、およそまあ、3万、とか、うん。そうそうそう、35万かとかって言ってると思うんですけど。それかもう用意してるかだよね。うん、何万匹でね。あ、まあね、うん。そうそう。まあ、ギネス記録35万人で毎年行われると。約40キロ。40キロってもう鎧じゃん。いや、まあね、本当ですよね。あ、確か本当だわ。すごいね。で、ありがとうみんなって言ってる時の写真もあるんですけど、うん、これですね。うーわ、もう誰だか全然わからねえ。いやね、でも、腕曲げたから、うん、一応肌の部分が見えてるんですけど、見えてないよ、ね。いや、肌見えてるじゃないですか、ここ肌。ああ、これか、うん。だからもう直につけてるんですよ、これ服とかじゃなくて。防護服着てるわけじゃないんだよ、ね。じゃないですね。もう、だって指とか見えてるし。指ほらほら。うん。だからマジでつけてるんですよ、普通に。行かれてますよね。これ、どこでやってんのこれ。中国です。中国の一部の地域で、うん、一部の地域でやってます、これ。それ、大丈夫なのかな刺されたりとか。死ぬんじゃない普通に、うん。あ、でも、蜂の種類によるか。あ、まあね。だから、死ぬんじゃない窒息とかしそうだし。いやね。いや、そう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 。だって、蜂、蜜蜂ってね、うん、大きい蜂倒すときに圧死させるじゃないですか。うん。熱くさせて、ね、息できなくさせたりとかしてね。うん、数で戦う。そうそう、数で戦って、要は体が耐えきれないぐらいの熱量を相手に与えて、まあ、圧死させるっていうあるから、うん、ちょっと怖いです、ちょっとね。それ、毎年やってんのかね？これ、毎年やってます。へえ。一応、ね。え、それ何もらえんの？これ、蜜蜂の、蜜。いらねえ。いや、いいじゃないですか。買うわ。え、むちゃくちゃって高級ですよ。いやいや、もう、それやるぐらいなら買うわ。ほんますか。うん、まあ、賞金もあるでしょうけどね、いろいろ。いやいや、相当もらわねえと無理だな、それ。いや、まあね。っていうのが一応あったりすると。この写真載せるんで見てください、ぜひぜひ。それどうやって、勝敗、決まんの？その体重プラス何本とかでしょ。っていうか、いや、だから技術力いらなくねえ、それだって。いや、まあね。ただ、でけえやつ勝つんじゃねえの。あと、まあ、なんも、思わない、うん。根性とかね。蜂がすごいついてる。あ、耐えられないってことか。そう、暴れたらやっぱ、そういうことね。外れますから。あ、それはあるかもな。じゃなくて、ちゃんともう、ぐっと。我慢の。そうそうそう、うん。ヌードモデルみたいな感じで。なるほどね。ぐっと我慢する。おちんちん見られてるって思ったら、はいはいはい。ダメ。私はモデルなんだっていう気持ちやんないと、うん、素人というか、普通に参加した人は、おっきなるって言ってたんですよ。慣れてる人は全然反応しないと。うんうん。おっきなるって言って。だまあそこだよね。そうそう。だから、あ、こいつ、素人だ、うん、恥ずかしいことしてるぞって思わせるために、うん、マジで美大の人とかは、おっきなってるの書くんですって。うん、へぇー。で、それを見せるじゃないですか、先輩とかにね。うん、したら、うわ、こいつ、おっきなってる、素人会、素人モデル会って思われるんですって。うん、へぇー。うん、でも、おっきなった方が、蜂止まるんじゃないの？いや、蜂の話してないよ。なんでそれに蜂止まらせるんだよ。なんで、おっきなってるのに蜂止まる。その分、おいおい面積。あ、まあね。うん。うん、まあ、そんなね、話もあるよ、と。へぇー。いう話でございます。続いていきましょう。はい。銀河系宇宙ホラ吹き大会。うわぁ。はい。大風呂敷広げてんな。銀河系宇宙ですからね。これは、ドラゴンボールっぽいな。地動説とかと、ああ。絡んでくるかもしれないですよね。そうだね。そうそうそう。ちょっと期待しますよ。ああ、ちょっと期待してください。何ですか、それ。これ一応ですね、秋田県で行われている。近いなぁ。まあね、銀河系なんですけれども、日本でやられているんですよ。うん。このホラ吹き決勝っていうんですけど、ホラ吹き大会とも言われてるんですけれども、一応アイデアや夢をホラ話満載で語って地域づくりに貢献しようというもので毎年開催されていると、うん、で、2018年はですね、
これ26回目なんですけれども、結構歴史がずっとやってんだ、うん、そうそう。で10代から70代の10組17人が出場したと。うん、うん、で一応どんなホラーを吹くか気になりますよね。いやそんだけあってでかい大会ならね、銀河系ですからね。生ハゲの自分が首相になり美人大学を創設した話。エピソードを話すってこと？そうですよ。一言じゃないですよ、これ。一応何分か与えられる。え、じゃあその、本当プレゼンみたいな感じですか？あ、そう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 。本当にそう。プレゼン大会なんだ。うん、プレゼン大会3分から5分くらい与えられて、うん、その中でどんぐらい、まあ、ユーモアのあるホラー吹くかっていう。ホラー吹けるか。そう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 です、そうです、そうです。へぇー。話とか、うん、まあ一応ですね、尺八、三味線奏者が目が見えなくなると腕前が飛躍的に向上すると信じ、失明手術を受ける話など。いい、してるんですか？ちょっと面白そうだけど。してるんです。うん。ただやっぱ優勝はちょっと違いますよ。やっぱレベルがね。そのね、うん、もうタイトルでなんとなくね、想像つくからな。ちょっとこれ僕笑っちゃいました。はいはい、これ安倍、のりおさんっていう方、71歳がね。71歳が優勝したんです。それも嘘とかじゃないよね。いや、違いますよ。71歳。うん。遺言というタイトル。おー、いいじゃん。遺言。いや、何が面白い。いきますよ。うん。まだでしょ。うん。うん、いきます。3億円事件の犯人は私だ。強い。強い。これはね、笑っちゃうで、笑っちゃいますよね。いいね。3億円事件の犯人は私だ。しかも。って言うんです。でですね、これ3億円じゃ盗んだけれども。どうしたんだよって、ね。そう、使い道について語ってるんですよ、彼ね。あ、そこなんだ、やっぱ、うん。うん。3日間で。うん。牛一頭を平らげるほどのステーキ好きで、うん、体重が200キロある妻の食事代に全て消えたよ。超レベル低い。ああ。アメリカの人みたいな嘘つくね。うん、3億円事件の、まあ、犯人私だと。使い道は体重が200キロある妻の食事代に消えたよ。なるほどね。大ホラーを吹いて会場を沸かせたというような。それ、会場の雰囲気見たいね。うん、あ、どういうノリなのかな。一応、失明っていうのが、うん、飛躍的に、三味線とかの腕前を向上させるというような方がいらっしゃるって言ったじゃないですか。うんうん、その写真があるんですけど、見ますか、うんうん、見よう。いや、そのライブ的な感じなのかな。はい、面白いじゃん。真っ黒いサングラスをつけてね、スキンヘッドのおじさんが三味線を弾いているてい。あれだね、学校のさ、うん。あ、確かに。ね、なんか、学芸会じゃないけど、うんね、みたいな雰囲気に近いね。てか、じじいとばばばったな、逆に。じいさんばあさん。でも一応ね、出場者には10代も混ざっているので。はい。あ、そっか、公民館みたいなところでやってるのか。そうそうそう。だからなんだね、コミュニティセンターですね。はいはい、一応、まあ、お客さんは400人。そんないんの？うん、400人と書いてます。会場に集まった住民ら、約400人の前で、10組17人が出場したと。へぇー、すごいね。うん、ね。というような話が。マジで面白そうじゃん、それ。奇妙奇天列話が次々と飛び出して会場を沸かせたというような。へぇー、はい。一応ね、これ、毎日新聞が取り上げられてるんで。あ、毎日やってんだ、じゃあ。そうそう、だからちゃんとしたニュースとして取り上げられてるんで。うん。うん、それは見に行ってもいいなって思えるわ。あ、本当ですか。うん。どんなホラー吹こうかなと思います。でもこれ超えられないですよね。さ、71歳さんが。いや、その71歳がもう超効いてるよね。うん、そう、71歳です、うん。遺言です。どうぞ。3億円事件の犯人は私だ。もう笑っちゃいますよね。まあね、こういうタイプが。湧くのかな？どうって湧くのかな？やっとって湧くらしい。なんだ。はい。へぇー。めちゃくちゃ受けたっていう。まあ嘘って分かってるからね。うん。っていうような大会があるんですよ、というような。いやー、面白い。はい。あ、ランキングっすね。俺何も言ってねえの。うん、言ってないけど、大体わかるから。こういう順位。うん。うん。1位行きましょう。うん。え、あ、これ1位じゃないんだよ。うん、次が1位です、うん。赤ちゃんの泣き声を競う泣き相撲。赤ちゃんの泣き？はい。これね、なぜ僕が1位に据えたか。別に大ホラ吹きが1位でいいじゃないかって思うじゃないですか。いや、俺それ結構気に入ったよ、うん、普通に。赤ちゃんの泣き声っていうのは俺でも優勝できんじゃないかなと思って。戦う気でいると戦う気でいますよ。じゃないと僕こんなの紹介しないですよ、うん、赤ちゃんの威勢のいい鳴き声を競う鳴き相撲というものがまあ一応あると、うん、でこれがですね、浅草寺本堂裏の広場、うん、しばらくっていうところでまあ行われたと、うん、で一応ですね、呼び出しに名前呼ばれた親はまあ、東西の土俵下から進み出て、回し姿の日本大学相撲部員の熊瀬役というものがいらっしゃいまして、で、うん、赤ちゃんを手渡すと。うん。お相撲さんにね。うん。
うん、で双方のクマセ役は赤ちゃんを、赤ちゃんを見合わせ行事の「はっきよい残った!」の掛け声で泣き比べ開始すると。あ、じゃあ相撲風にやるんだね。そうそうそう、うん、泣き相撲ですからね、うん、で先に泣くか後からでも10秒以内に泣けば声の大きい方が勝ち。うん、うん、で組ませ役は声の大きさ。そうなんですよ。でこれ組ませ役にもちょっと技術がありまして、うん、なんとか早く泣かそうとすると。ああ、ね、それもやってくれるんだ、うん、そうそう、うん、ものすごい睨んだり、うん、おいこらっつって振ったりとか、うん、で高く持ち上げて高いでしょうほらほらって言ったりとか、うん、まあ、汗だくの、奮戦と、うん、その仕草に泣き出す子、うん、逆に笑う子、寝たままの子と、様々、観客は、うん、約4000人。うわ、すげえ集まってる。となんですよ。まあ、威勢のいい泣き声を競ってもらう泣き相撲を神様に奉納するというような絵が一応ね、こちらなんですよ。ほら。うわ、お相撲さんが赤ちゃんを持ってね。うん。じゃあ赤ちゃんが、泣くの待つという。こんなほのぼのしたやつあんだね。うん、そうそう、戦いで。そうそう。うん、これ僕1位にさせてもらったんですけど、うん、俺ね、泣くのうまいんですよ。赤ちゃんの感じ。そう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 。泣かして泣かして。どうやるの泣かして。さっきみたいに泣かして、睨みつけてみたりとか。あ、う、あ、ん、ああはい、1位。なるほどね。泣かせましょうか。いや、俺もやるの。泣かせましょうか。いいよ。おい、こら。はい、1位。ね。負けました、すみません。あなた、だから、これから言っていいですよ。あ、本当に。泣き相撲1位ですよ、と。いや、これ、うん、これに4000人集まるんだ。ええわよ。ちょっとお母さんがいなかったので、ね、はいはいはい、すみません、どこ行ったんかなと思って、そうね、泣き出しちゃいました。申し訳ない、ね、そうそう、うん、申し訳ない、泣き出しました。これが1位。いやー、素晴らしいんじゃないですか。うん、僕泣くのはね本当にうまいんでね。じゃあこれで、はい、次回イベントやりましょうか。4000に集まるならこっちの方が集まるんだ。あ、まあまあ ね、うん、ね、あ、一応この、まあ、5つの、大会で、地動説ガリレオ・ガリレイさんでしたっけ。はいはい。ちょっと僕あんま存じ上げないですけど、うん、ガリレオ・ガリレイさんちょっとぶつけようかなと僕思っております。なるほどね。はいはい。はいはい、まあ、これを聞いてる皆さんが、はい、心の中で判定していただければいいなと思いますよね。うん、いや、まあでも、そうですけど、うん、なんかあんまりね、いやいや、早瀬それないんじゃないって言われちゃった。怖い怖い怖い。すごい得意げにやってるけど。お母さん。全然これを聞いてる人どういう気持ちでいいのか全然想像つかないんだけど。ちょっと泣いちゃうんでね。そこはちょっと、まあ、まあ、いいね。うん、いいコメントをいただければ泣かないです、ね。そう、泣かないです、うん。本当にね。そこは嬉し泣きするかもしれないですけど、そこはちょっと本当すいません。なるほどね、泣いちゃうかもしれない、そこはね、はいはい、というのは僕のあのベストヒット、都市伝説、ちょっと変わった大会コンテスト編でした。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。